大阪大学大阪大学大学院基礎工学研究科基礎工学部左手に見える建物が基礎工学研究科大阪大学大学院基礎工学研究科とは大阪大学大学院に設置される研究科の一つである。また大阪大学基礎工学部は大阪大学に設置される学部の一つである。大阪大学の基礎工学部は1961年に 大阪大学に設立された学部である。初代学部長、翔田健次郎が、学部創設時に定めた理念である、科学と技術の融合による、科学技術の根本的な開発それにより、人類の真の文化を創造する学部に基づき、理学と工学の融合的研究を行っている。ABCDFGH e、遠隔、歴史大阪大学大学院基礎工学研究科 基礎工学部創設の理念、大阪大学大学院基礎工学研究科、メッセージ、大阪大学大学院基礎工学研究科、入学者状況大阪大学 ABCD 学部、大阪大学大阪大学大学院基礎、工学研究科に関するカテゴリー、大阪大学基礎工学部に関するカテゴリー。ありがとうございます。